はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。またしても、酎ハイの日本プレミアムシリーズ、アルコール度数 3% の、千葉県産の和梨の酎ハイっていう、豊水っていう、梨を使ってると。アルコール度数が 3% で、果汁が 1.2%。豊水の、混濁ストレート果汁使用。一玉ずつ丁寧に収穫された千葉県の豊水。ジューシーで、豊かな甘みと爽やかな酸味をギュッと閉じ込めました。今日やけに寒いな。今日朝起きたらさ、19度ぐらいでさ、と思ったら、昨日26度ぐらいだったのに、5度近く下がって。原材料名が和梨果汁、過去千葉県産豊水と、ウォッカと、加糖ぶどう糖液糖と、炭酸ガスと、酸味料と香料。製造者が合同酒精株式会社。これもしくったね。もうすでにアルコール度数 3% の時点で、もうジュースなんだけど、買っちまったからな。まあでも、梨のチューハイってなかなかない、じゃない、かな。ああ、あんまりないっす。いや、完璧。ああ、なんだこれ。なんか薄いな。なんか、あ、薄いな。なんかコクが、ほぼまるきりない。上に甘さがほぼほぼあんまりない。結構甘さ控えめのタイプで、なんか濃さが感じられない。まあ、すっきりしてるっちゃすっきりしてるわ。すっきりしてんだけど。なんやろな、この。なんだろう。酎ハイを1対1で炭酸で割ったような、炭酸水で1対1で割ったような風味が、ほぼほぼ、なんか、かき消されてる。なんか、梨の酎ハイで、まあ、梨って割と甘みが結構、あんまりないっちゃないんだけど、なんや、それを再現してんのが、甘さが先ほどのパイナップルチューハイに比べると明らかにない。ほぼほぼない。まあ俺も梨大好きなんですけど、梨はシャクシャクっとした食感も大好きでね、本当に美味しいです。これ一つ気になったのは、栄養成分表示のところに食塩相当量が 0.02g 入ってんだけど、原材料のところに、食塩書いてないんですよ。食塩若干入ってるんだろうけど、表示しなくていいパターンになるかな。まあ、成分が少なすぎると表示しなくてもいいっていう、パターンあり得るから。
まあ、違法ではないんだろうけど、結局、表示してないっていうパターン。まあ、0.02g なんで、方法を感じないですけど。食塩は入ってるらしい。ストレートコンダク果汁を使っている割にはまるで、風味がパッとしない、薄さですね。うん。香りはまああるんやけど、コクがまるでない。まあもともと和梨って、まあ洋梨、ラフランスとかに比べると、まあ風味はコクとかはないですけどね。まあそれを再現してんのかはわからんけど。飲んでる感覚としてはなんか、薄いなーって。薄いっていうイメージしかない。うん、まあ個人的にはラフランスとか洋梨とかも和梨の方が好きなんですけど。やっぱ水分が和梨の方が多くてシャクシャクしてるのが特徴ですよね。洋梨はやっぱりどっちかっていうと水分はそんなになくて。で、ジューシー、濃厚な味なんですけど。うん、薄いな。これは薄い。これ薄い。うん。特に言うことはない、薄いっていう。薄いですねーっていう。これコクはほぼほぼないですね。甘みもあんまりない。香りもまあ、そんなでもないっていう。そんなでもない。まあ、まずいかうまいかで言うと、まあ微妙なあたりで。まあ、まずくはないんだけど。1323です。ご視聴ありがとうございました。